伊藤正秀は、日本の国土交通機関、土木工学者、工学博士。国土交通省国土技術、政策総合研究所所長を経て、土木研究センター理事長。東京都出身。1984年北海道、大学工学部土木工学科卒業、建設省入省。2009年長岡技術科学大学大学院、修了、博士。 博士論文は、車道等水性補装の実用化に関する研究。建設省道路局企画課道路、防災対策室課長補佐や、北陸地方整備局金沢河川国道事務所長、茨城県土木部長等を経て、2009年国土、交通省国土技術政策総合研究所、企画部コーディネート研究官。2011年中国地方整備局道路部長。 国土交通省道路局国道防災課道路技術分析官国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部長等を経て2016年国土交通省国土技術政策総合研究所研究総務官2019年国土交通省国土技術政策総合研究所長2020年建設物価調査会顧問 土木研究センター審議役。2021年土木研究センター理事長兼デラックス支援室長兼技術研究所所長。再加熱が蘇生変形臨数に及ぼす影響の検討により、日本道路協会第26回日本道路会議優秀論文賞受賞。人事異動国土地理委員長に、 黒川淳和義氏、国総研所長は、伊藤正秀氏建設資料館、ETC2.0 を用いた、道路を賢く使う技術の展望マイナス土木、研究センター長岡技術科学大学、博士校第495号に、2009年3月25日、バックナンバー雪センター、第7回市民フォーラム、金沢の都市と交通を考える会須藤氏が、土木部長、 総括議官に、村田二21年人事異動2009年3月26日日本工業経済新聞、人事、国土交通省日本経済新聞2011年1月18日府、法政大学地域研究センター主催全国、道の駅シンポジウム開催のお知らせ法政大学、社会インフラへのモニタリング技術の活用推進に、関する技術。 国土交通省第6回社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会議事概要国土交通省人事国土交通省日本経済新聞国交省7月9日付幹部人事次官に藤田光造氏議官は山田国広市日韓建設工業新聞2019年7月9日一面国家公務員法第106条の25第1項 等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告令和3年3月26日内閣官房内閣人事局役員等名簿土木研究センター国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告 優秀論文賞一覧、日本道路協会。ありがとうございます。